生き別れです。ボーカル吉岡清江です。ギター稲水吉です。ギター部山下隆です。生き別れでございます。ご機嫌いかがですか。テンションが上がっております。いやー、実はですね、生き別れちょっと今日発表がございまして、今日ですね、ニューアルバムが完成しました。ありがとうございます。これが俗に言うマスターというやつでございまして、出来たてですね。まあこれなんかちょっと業者的な感じになってますけれども、あのレコーディングの最終工程のマスタリングっていうのを、今そこに阿部さんという阿部さんのエンジニアさんいらっしゃいますけど、やっていただきまして、ついにニューアルバムが完成しました。このニューアルバム、発売が決定しておりまして、12月の24日クリスマスイブに発売します。タイトルをどうぞ。タイトル、ファンファンファンファーレとなっております。あのラブソングは止まらないよね、とか涙が消えるなであったり、熱情のスペクト、シングル、あの14曲入ってまして、まあ今皆さんに聴いていただいてるシングル曲だけではなくてですね、はい、ジャンプっていう、まあそのセガの CM で流れております。キラリアワライトの CM、はい、あの映画の曲になっております。全然タイアップついてない曲も結構ね、いや、まあアルバム曲とかかなり濃いアルバムができたんじゃないかなとですね、自負しておりますので、ぜひ聴いていただきたいと思っております。で、まあそのアルバムの一足前に、先行シングルとしてですね、ゴールデンガールという、ニューシングルが11月の12日に吉岡さん作曲の曲が出ておりますんで、で、はい、未来予想図2がね、カップリングにね、はい、あのカップリングにドリミズカムトゥルーさんの未来予想図2をカバーした、そちらも収録されてますので、まずはその先行シングルをですね、皆さんに聞いていただきたいと思っております。で、まあこう行き回り、まあニューアルバムのねリリースが決定しましたので、それに向けていろいろテレビやラジオとかですね、まあ全面に表に出ていきたいと思ってますんで、これからあのご覧いただきたいと思います。で、あの今ニュース23で流れてます涙が消えるなという曲のミュージッククリップを皆さんに、応募しております。応募、そうです。これ普段は、まあ、僕らがミュージッククリップを作って皆さんに見ていただくっていう、まあこれはいつもバトンなんですけれども、今募集中しております、ね、そうなんですよ、募集してます。皆さんに作って、募集しております。ちょっとなんかスタッフがよく 笑ってますけど、含み笑いはやめてくださいっていう。だからどんな長さでもいいから、こう自分なりのね映像をつけてミュージックビデオを作ってほしいということで、と思っております。はい、あとなんか言わなきゃ、あとあのなんか DVD の、あ、そうそう、あの初回版、まあね、いろいろあるんですよ。そうそうそう、初回版がにはですね、ちょっと特典 DVD っていうのをつけまして、無理なことしておりますね。なんかちょっとね、これね、今までにないというか、ちょっと生き切っちゃってますか、ね、うん、もう生き物係の黒歴史になるんじゃないか。そんなのが見たい方はぜひ初回版を、コントみたいなことやりましたんで、これもぜひご覧いただきたいなと思っておりますんで、で、まあこのアルバムも引っ提げて来年はツアーも決定しております。生き物係に興味のある方もない方も、ちょっとでも聞いていただきたいなというふうに思ってますので、これからもよろしくお願いします。また会う日まで、生き物係でした。聞いてファンファンファンファーレ。どうも、私たち生き別れです。ボーカル吉岡清江です。ギター稲水吉です。ギター部山下隆です。生き別れでございます。ご機嫌いかがですか。テンションが上がっております。いやー、実はですね、生き別れちょっと今日発表がございまして、今日ですね、ニューアルバムが完成しました。ありがとうございます。これが俗に言うマスターというやつでございまして、出来たてですね。出来たてで、まあ、これなんかちょっと業者的な感じになってますけれども、あのレコーディングの最終工程のマスタリングっていうのを、今そこに阿部さんという阿部さんのエンジニアさんいらっしゃいますけど、やっていただきまして、ついにニューアルバムが完成しました。このニューアルバム、発売が決定しておりまして、12月の24日クリスマスイブに発売します。おー、クリスマスイブ。タイトルをどうぞ。タイトル